くれた皆さんに向けて歌います。また会う日までという曲を歌います。過ごした日々を
ありがとうございます、ありがとうございます、寒い中ありがとうございます。また会う日までが繋いでくれたわ。あの路上終わったらちょっと撮影させてくださいって、撮影かどうか分かんない。あれかなんかさっきからずっと聞こえてくるなと思ったら、石焼き芋、え、石焼き芋？買いに行くみんなで。焼き芋ジェラートもご用意しております。焼き芋ジェラートだって。黄色のジェラートと紫色の、紫芋ジェラート。え、うまそう。チェックのワンピースという曲を歌います。
どこかで見つけるたびに、ああ君を思い出すのかな。ありがとうございます。ありがとうございます。なってきたわ。俺だけか。どうしようかな。クリス・ハートソンの I Love You という曲を歌います。I love you, I love you.
ギャップがすごいけど、欲望に満ちた青年団で曲を歌います。光浴びて、そして今度は騙される。
いたよ。大久保に負けた少年だ。時にさ、毎回1回は新しい曲をと心がけてやって、今日はね、また会う日までっていう曲を歌ったんですけど、ごめんね、なんか足首が痛くてさ。で、最近っていうか、ここ昨日今日ぐらいかな、アストロノーツっていう曲をすごい聴いてて、ゆうりくんの。ちょっと次はそれを頑張って歌おうかなと思ってるのでね、楽しみにしててください。今日歌わないんかいっていうね。曲を覚えるのがね、めっちゃ遅くてね、俺2日かけてサビしか覚えれないよ。じゃあ次はマルシーというバンドの曲を歌います。繰り返して
りでも迎えに来てくれたり来なかったりそこが波沼の中幸せもあったよ愛しい思い出たちとバイバイいつかはできるよね静かなんだ。え、だいぶ騒がしいよね、俺。だいぶ騒がしくない俺。カーテンコールという曲を歌います。見つめた先に信じてたものがなく
くて絶望した日もあるさ Alright, alright, alright 地面を這いつくばって簡単に追い越されて納得できない今日にも Alright, alright, alright もし君に助けが必要ならここへ来てとにかく歌うから一度歩き出すまだ諦めるには早すぎるから、oh、もしたくさんのことが吸い物だとしても僕らの感じる痛みや思いは真実だからいつかの自分でも感動できるような舞台をやり遂げたんだな止まることなく飽きることなくやめることなく歩き続ける迷う日もある落ちる日もあるそれでもいつか輝く日まで血を巡らせてね。では愛を伝えたいだとかという曲は歌います。
少し辛くて少し酸っぱくて甘ったるかったりさ、とりあえず今日はバラの花に願い込めてさ、バカな君で男になって惹かれないと君が笑ってたから悔しいわ、だって話したいことたくさんあるのにな、寂しいさ。結局のところ君はさ、どうしたいの、マジで僕に愛される気あんの、雫が落ちてる窓際目の際お気に入りの花、とりあえず今日は部屋の明かり早めに消してさ、どうでも夢を見よう、明日は2人で過ごしたいなんて考えていてもドアは開かないし、だんだん背落ちになるだけでも止められない ね、あの喉死ぬんですけどなんかいいタイミングで止めてもらって、あのたまーにこう止めてくれた時にさ、ナイスナイスなタイミングと思う時あるよね、自分的にちょっと声やばいなと思う時にさ、なんかね、歌ってる人あるあるだと思うんだけどさ、あのすごい歌うじゃん、で声出なくなるじゃん、高い声とかで30分ぐらい休憩挟むで、そして歌うともうめっちゃ声出るようになる、そうだからそろそろお願いします。そろそろカラオケ配信もしようかなと思ってるんで、でもいつもカラオケ配信するとさ、手持ち無沙汰さんが否めないんだ
ギター持ってカラオケ配信ってぐらいやり直す可能性もあります。君じゃなきゃダメさ。
だから今は僕を見つめて、今夜だけは僕を見つめて。ありがとうございます。感想とかもう何弾いてるか自分でも分からなかった。寒いね、寒い。ありがとう。一回終わろうか。ちょっと一旦終わります。電池も変えるんで。